お疲れ様です。今回ね、アリエクスプレスっていう格安仕入れサイトでどうしても確かめたいことがあったんで、ちょっと注文してみました。まあ、この注文に関して私結構勇気がいったんですよ。というのはね、フィギュアなんですけども、この可愛らしい女の子のフィギュアが2つあるんですけどもね、この2つが送料込みで2348円で出てるんですね。ちょっとこちらの方をクローズアップしてご覧いただきたいと思いますので、ちょっと画面切り替えていきましょうか。ご覧いただきましたように、このね、立ったタイプのやつですね。こちら2つフィギュアがあって、この座った、ちょこんと座った方と立っているタイプとあるんですけども、これが写真で送られてきたやつですよね。で、注文して写真通りなら別に問題ないんですよ。でもそうじゃない可能性が高いなと思ったんで、確かめようと思ったんですよね。もちろん、細かい造形とかはわかりません。これおそらく、いわゆるバッタモンだと思いますんでね。で、もう一つがこの座ったタイプなんですけども、これも、なんかこう可愛らしい感じで座ってますけども、これもね、写真通りのものが来るかどうか非常に疑問ですよね。で、こちらの方2200円になってますけども、私の発注した当時はもっと安かったんですよ。で、合計金額が先ほどのようになってます。配送料も入ってますけども、ちょっと合計もう一回確かめてみましょうか。ご覧ください。これがね、もうすでに受け取っているんですけども、2つで2348円です。これ2つのフィギュアが本物だったら、本物というかね、この写真の通りだったら安いと思うんですよ。というのがね、これがメルカリでなんですけども、同じ製品を見ると17,500円で出てるじゃないですか。いや、これ全然違いますよね。もちろんこれ写真の通りならって話なんですよ。まあ、こういうふうなパッケージでね、ヒゲを剃る、そして女子高生を拾う。あ、こういうやつなんですね。もちろん今回この箱には入ってないんですよ。というのが、このフィギュア自体で届いてますんで、入れ物はね、ほんと簡素な包み紙なんですよね。それもこれからお見せしますけども、この差額でもしかしたら稼いでいけるのかなって気がしませんか？まあ私はやりませんけどね、これはね。まあ物販っていうのは非常に私には向かないんで、めんどくさいんでね、やりませんけども。まあでもこうやって物販をやらない代わりに、検証動画ってことで、ゆるくね、比較をしてみようかと思ってるんですよ。基本的にアリエクスプレスって正規品じゃないものが届くと思ってますんで、もしかしたらね、なんか偽物を捕まされたみたいな感じで厄介なことになっちゃいけないので、私はやりませんけどもね。じゃあちょっと実際の届いたものを見ていきましょうか。ちなみになんですけども、もう一個のね、立ってる形のフィギュアの方なんですけども、こちらの方も1万円超えてるんですよ。すごいですよね。1万円以上のものが2つで、3000円しないわけですから、これが本当にね、転売できるんだったらとっても魅力的な話だと思うんですけども、じゃあ一体いかがでしょうか？実際に届いた物ってのはそれほどまでに素晴らしいものなんでしょうか？皆さん、乞うご期待。この後すぐやりますからね。はい。では実際に届いたものをこちらに置いてみます。一つ目がこちらですね。座ったタイプのやつです。これ包み紙を取っていきますよ。まあ、こういうふうなね、ビニール袋に入ってるだけなんですよ。で、これがスタンドのプレートですかね。こういった形でございます。皆さんどう思われます？結構可愛らしいタイプですけども、これ本物なのかどうなのかっていうのは私じゃ見分けがつきません。なんせ本物をね、持ってませんからね。でもすごく細かく作られていていいんではないかなと思います。もちろんちょっとこうお見せできないんですけども、この中も ちょっとあるんですよね。こういう感じですね。で、ちょっと立たしてみましょう。立つというかね、座らしてみましょうか。こんな感じになりますね。髪のツヤも結構出ていて、ほら。ね、ちゃんとしたフィギュアですよ、これ。ね、リュックサックを背負っていて、こういったタイプですね。いかがでしょうか。なかなかだと思いますよ。ちょっと一人でね、カメラを固定したまま撮影しますんで、やり方が手ぬるいかもしれませんけど、ご容赦ください。はい。で、もう一つの方です。もう一つの方がこういうふうに、ね、立ったタイプの方ですね。これも来ております。これ強引に手でこうやってギュッと開けてみますね。で、この下半身の部分と、それからこちら、上半身の部分ですね。バラバラできていて、ちょっとね、解体人形みたいです。すごいな、というところがあります。こんな感じです。はい。で、一応、細かい造形なんですけども、
可愛らしくちゃんと作られてますよね。すごくないですかこれ。全然値段違いますよ。でもやっぱりね、本物見てないんで何とも言いませんけども、若干のチャッチさはあるかなっていう気はします。気はするんですけども、そんなこと全然目の前にしたら感じられません。でもこれ1万数千で売ってるものはもっとね、色ツヤがあったりとか、いや本当にすごいんじゃないかなっていう気はしますね。これがプレートですね。じゃあ繋げてみましょうか。だからね、こんな繋げ、乱暴な繋ぎ方ですよこれ。プラモデルみたいですね。だからこのぐらいの完成度でいいんだったら十分いいんじゃないですか。楽しめるというか、どういう風にやる、こうか、こうですか。はい、いやすごくよくできてますよこれ。うん、でスタンドでこうやって、あ、取れちゃいますね。ちょっとこの辺にもろさが出てるような気がします。うん、どうやるんだ、こうか、立たないという入んないですねここはね、さすがに。この辺に製品の粗さがあるのかなっていうところでございます。はい、全体像ちょっとお見せしましょうか。はい、全体像こんな感じですね。いや、すごい上手にできてると思いますよ。でもね、やっぱりレプリカなんだろうなと思います。これは作り物というかね。もう一つ並べてみましょうか。こうよくできてますけども、でもこれね、まあ、出来としては 70% ぐらいじゃないですか。ジオングじゃないですけども。ね、だから 70% ぐらいの出来栄えで、なんとなくほんのり楽しみたい方は、こちらで十分かと思います。で、転売とか、きちんと正規品をお求めの方は、やっぱりね、メルカリを中心とした、アマゾンとか正規ショップで買うことをお勧めします。これやっぱりね、なんかこう、型から外して作った非正規品だと思いますよ。細かく言うと、どっかにね、なんか、製造番号とかあるんじゃないですか。ああいうのはないと思いますから、これは。うん。だからその辺、偽物じゃないかなってことを覚悟して買えばいいと思います。うん。ただ私はこれね、なんかの漫画の題材かなんかよく知らないまんま、ただフィギュアの比較のためのね、購入だったんで、まあこれでいいかなと思いますけども、このまま廃棄になっちゃいますけども、これは。でかいんで置くところもないですからね。結構でかいです、これは。うん。はい。というところでございました。